皆さんこんにちは、タッシアンダンサーギャバンです。鋼鉄のガールフレンド引き続きやっていきたいんですけれども、なんか重要そうな選択肢が出てきました。自分だけ遊んじゃっていいのかなみたいなことをね、シンジ君は気にしてましたけど、やっぱり大人の意見を考えるとね、霧島さんの気持ちも考えないとっていうことで、カチさんも言ってたじゃないか、霧島さんの気持ちを大切にしなくちゃ。そうそうそう、美里さんだって応援してくれてる。そうだ、しっかり自分の意思を持つんだ。これはいい選択のはず。だってデートのプランまで考えてギリギリになってね、やっぱりなしでっていうのはそりゃないぜ。そして日曜日の朝、テレレッテテレテレッテッテ、いよいよデートだ。おお、一気に来たね。頭は家で洗ったし、ハンカチの散り紙になったし、霧島さんからもらったペンダントもつけたし。新次君らしいぜ、いちいちベラ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 喋りやがってよ。なんか緊張するな。いいじゃん、一丁裏で決めてるぜ。いい感じだ。そうだ、最後に温泉入るかもしれないからタオル持ってこ。おうおう、そうだそうだ。ペンペン、あ、朝ごはんは美里さんに作ってもらってよ。あれ、言葉は通じないの？連れてっちゃうの？ほうほうほう、 JR じゃなくて UR なのかな、あれ。ネスカフェじゃなくて、ウェスカフェだったしね。お、めっちゃ、待った？なんか後ろの黒服が気になるぜ。今来たところ。じゃあ行きましょうか。うん、ペンペンいるじゃん。ペンペンの紹介は？かわいい、なんていう子？温泉ペンギンのペンペン。くそ、こいつかわいい、こいつ邪魔だな。お、ライオンズマークがついてますよ、これいいの？これ本当に実際のあれなのかな。お、そして温泉街、どうですか、僕の立てたデートプランは。湖綺麗だね。ね、マナって呼んで。なんだこの女、なんか恥ずかしいよ。呼ばないとお弁当を預けね。何、あ、だってそういうのは僕のキャラクターじゃないし。あ、そう、じゃあお弁当持って帰ろうかな。あ、待てよ、心の準備するか。ペンペンも引いてるぜ、はい、マナ。おめえはくんづけなのかよ。いやー、ポリポリ。おお、おお、なんだなんだ。うん、なんか今微妙に絵が変わった。終わり？ペンペン。おお、おい、それに対してシンジ君、何も言わねえっていうか、ペンペンのこと忘れてた。ナイスだ、かわいい。長いな、もう。多分ペンペンは温泉に浸かる気でいるんだと思う。なるほどね、ペンペンを連れてきた理由はこれか。温泉が好きなのね。なや、シンジ君。うわ、霧島さんも一緒。え、シンジ、
彼女をこんなところに連れ出して娘におけんやっちゃな。そんなんじゃないよ。邪魔なやっちゃな。王子、邪魔しちゃ悪いよ。いいか。さすが大人だな。じゃ。ペンペンも気を使えよ。難しいよ。温泉入ろうよって。なんだなんだ。中学生のデートかこれ本当に。トゥルーラブストーリーと全然違うぞ。しかも婚欲なの？何をやっとるだね。けしからんね。向こうで洗ってるペンペンが可愛いな。背中を洗ってますぞ。一個一個は長いのよ。あ、特に何もないんだ。綺麗な夕日だねみたいなのもないの。うわ、なんだよ。私のあげたペンダントね。発信機がついてんだろ。ジンジ君の手硬いね。パイロットの手だね。バナナは柔らかい。今日は楽しかった。スパイなんかじゃない。まあそう思いたい気持ちはわかるけども、ペンダントも怪しいぞ。お、なんだ。お、ディスク。そうなんですよ、このゲームディスク1とディスク2がありましてね、ここでどうやらディスク1は終わりのようです。ディスクをディスク2に入れ替えて丸ボタンを押してくださいということで、ちょうどキリがいいのでね、このパートは少し短いですが、ここまでにしたいと思います。鋼鉄のガールフレンド、ここまで遊んできました。霧島マナは果たして何の目的を持ってね、シンジ君に近づいてきたのか、非常に気になるゲームでありますけれども、これがね、演出がポン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 って入ってったらね、非常に、面白いゲームになるかなとも思うんですけれども、まあそうするとね、ほんと1時間で終わっちゃうようなゲームになっちゃうのかなとも思います。この演出の長さでね、2時間3時間と引っ張ろうとしてるのかなとも思いますけども、基本的には、行き先を選んで、話が進んでいくっていう紙芝居のゲームになりますけれども、エヴァのね、旧エヴァの雰囲気が楽しめるということで非常に、面白いゲームです。まあ選択肢が途中で何個かありまして、僕なりの選択を選んできましたけれども、ぜひね、見て興味がある方はご自身で購入されて、私が選んだ以外の選択肢も試されるとどういう展開になるのか、もしかしたらマルチエンディングでね、いろいろ変わるのかもしれないので、楽しんでいただければと思います。タイシアンダンサーギャマンでした。ありがとうございました。マルー。